マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の小笠原奈緒です。本日は第37期鳳凰戦 A2 リーグ第8節 B 卓の模様をお届けしてまいります。本日の解説は A2 リーグ一つ井信也が務めます。一つ井プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速本日の出場メンバーを紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃです。ちいちゃに座ったのは山田博之、現在13位、マイナス 130.4 ポイント。続きまして、なんちゃ安村浩二、現在14位、マイナス 143.4 ポイント。そして、シャーチャー、枠津明、現在9位、マイナス 9.0 ポイント。最後は、ペーチャー、客の直樹、現在7位、プラス 17.4 ポイント。そして、1回戦抜け番、近藤久春、5位のプラス 72.5 ポイントとなっております。ここで成績をご覧ください。第8節 A 卓まで終えての成績です。黄色く光っているメンバー5名での対局となります。近藤、客の枠津、山田、安村の5名ですが、今日の見どころ一つ一プロありますでしょうか。そうですね。はい、終盤戦の入り口といった形なんで、はい、近藤プロはやっぱりこの上位争いに食い込みたいですし、客のプロも今日ちょっとでもプラスすれば、昇級2位を目指す戦いに。はい、もう切り替えれますし、枠通プロもそうですね。そうですね。で、山田プロ、安村プロは、少しでも自身のポイントを上げて、はい、まあ、残留の争いを、はい、混戦に持ってきたい、はい、ありがとうございます。それでは早速対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第8節1回戦東海です。それでは1回戦開始してください。本日の立ち合い、吉田忠が務めます。吉田プロの合図によって1回戦開始されました。改めまして、ちいちゃから山田、なんちゃに安村、シャーちゃには靴、ベイちゃに客の並びです。1回戦抜け番が近藤、2回戦に客の枠津、山田、安村と抜けてまいります。ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。5回戦のまずは1回戦、山田の親番です。山田は13位の130.4ポイントのマイナスということで、ピンクゾーンの位置にいます山田の親番。改めまして、一瀬さん、はい、本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日朝見てたら、フォーカスの解説までされてる。そうですね。結構大変なスケジュールを組んでいますね。いや、まあ、もうやらせていただけるだけ。ぜひぜひ、はい、今日初共演なんですけど、はい、実況解説でよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。枠津がドラドラの出会いです。初がドイツで、親の、はい、山田プロも高ハイパイなんですが、早速もう動きが激しく2フロー入ってますね。安村からトンのポン、枠津から流派のポンが入っている。こうなるとちょっと間に合うかどうか、山田の親番です。まあ、基本的にこの安村プロの仕掛けは、はいはい、今日の戦い方の意思を感じますよね。そうですね、一泣きというところがポイントですね、はい、積極的に参加していくつもりですね、はい、普段なら安村ね、2泣きという選手でもありますが、そうですね、まずまあ開始直後で声を出して参加していくっていう感じ、はい、まあ、ここでピンズもあるけど、まあ、とりあえず手広く白を切って、その展開も取るんじゃないですかね。いいそうか、はい、いいシャンテンとなっています。ちゃんとも見える安村です。安村にとっては、まあ、とりあえずまず一つ上の順位の山田プロより上行きたいっていうのもあるんで、この親番は、ね、終わらせておこう、終わらせておきたい。現在14位の安村、親番が13位の山田です。今期は3名が高級というシステムです。一枠はね、減ってはいるんですけどね。15位の下位3名が B1 リーグに落ちてしまいます。どうしましょうか。シャアはションパイなんですね。ただまあ、今度この9ピンを切って、じゃあ9ピンポンってされた時に、はい、じゃあキューピンやシャアでポンされると、まあ、それなりに制限がかかってしまう、うんうん、これはチー入って、あ、テンパイ取らずですよ。ちゃんたのテンパイ取らなかったですね、はい、はい、スーピン切れもありそうですけどね。そうですね、まあ、この今度このキューピンの方が泣けたってことによって、はいはい、まあ、そうですね、8000点、うんうんうん、あの7700、まあ、8000ですね、8000まで見えるイーシャンテンに取れるんで、はい、トンの加感も入れています。あと、まあ、親の、はい、山田プロの進行状況的にもまだいけるっていう状況になってしまったんでしょうね。ただこの状況でやっぱり、まあ、こっそり客のプロが今テンパイ入れてますね。はい、ありがとうございます。ペーチャの客のテンパイは両嘘、や
神天ですね。高めがドラの天杯です。まあ、泣いている安村、そして和屈の現物ではありませんが、ここ闇天に構える客の、そうして山田も仕掛けを入れました。安村も仕掛けての一数ピン天杯、これはかなりピンズの本質に見えますか。言いそうの統一落としも見えて見えますね。見えますね。安村の仕掛けです。サンフロー、それに対して9ピンを切っていく客のです。ね、結構強くいきましたね。行きました。通しやすいんでしょうか。いや、まあ、じゃあこっから降りて自由にじゃあやらせてっていう形の、うんうん、今日やっていくと、はい、まあ、今日自利品になっていく可能性がある。そうですね。ここは勝負してのビャンソーのつま上がりです。ピン普通も400-700、開局は客の流れからのスタートです。第8節 B 卓1回戦です。でも精神的には、はい、こう見てるより簡単じゃないですよね、今のピンの上がりも。そうですよね。ちょっとね、怖いですよね、卓、はい、についてると8戦の報酬やだなって思っちゃうんですけども、はい、まあ、もうこの卓につく時点で、はい、自分のやることや位置、何が得かとかをもうちゃんと整理できた上で卓についてるでしょうね、客のプロ。その辺が素晴らしいですよね、はい、いつも。そして安村もちょっと一局を見ると今日はぶつかっていく感じが甘い出ていくのかなと。和屈が手配がいいですか。マンツー一メンツはあったようです。客のメンツありません。山田もメンツはなし。安村親番トンガダブトンガドイツでこいつが4組和屈この形です。今回はどうなっていくでしょうか。ドラはまだ山に残り3枚。安村また仕掛け出しありますかね。まあトンからは泣くんでしょうけども。そうですね、まあでもトン以外からは泣きづらいですかね。泣きづらいですね。この形です。ただまあこれでトン以外から仕掛けていくようだったら完全に、そうですね、もう最後に向けてギアチェンジしてきてるなって。そうですよね。今日はどういった戦い方を準備してきているんでしょうか。逆のはスリムに構えました。チューンを抱えてウッパーピン固定、二度受けの部分ですがドラ待ちの部分。和屈は目いっぱいに手を広げていきます。和屈はこの手は勝負手配ということですかね、はい、ヤンマンが4枚使いに。3番がストレートですか。3番がストレートですけど、はい、缶もありますね。タンヤを書くというのおー、ヤンマンの1缶難しいですね。一水さんならもう何を選択しそうですか。まあ、多分同じくウーピン切ってで、はい、にはなると思います。このルールは関しても缶ドラは増えないルールです。ただまあやっぱり関して単野王の状態でリーチかけて積もるとそれだけで勝負点にはなるんで。そうですね、はい、ただまあウーピン切るとあのイーペーコーにはちょっと遅れてはしまうんですが、はい、ってぐらいですかね。ただまあ実際この自分の手にドラがなかったりとか。そうですね。でこの安村の親、はい、なんでまあそんな悠長にはやってられないという形ですね。山田もいいシャンテン、じっくり構えてから手が組み上がりましたね、はい、少し高くなってダブトン自分で引きましたね。これはもうどっからでも仕掛け始めます。はい、安村ダブトンをあんこに自信でしています。さあ4射の手配が進んでいきます。2射の点が広がったのは山田です。これは上がりだけ見るなら、はい、ドラ切りももう考えた上で。ただこれドラ引いてチートイツドラドラな、ね、ドラ引きたいです。ウーマンから仕掛けたのは安村、パピンがドラ。ここでドラまでありますね。おドラ勝ちを固定しますね。トイトイは見ないってことですね。そうですね、チーピンがいいのと、はい、あとトイトイを見るならドラが重なってならまたトイトイ見ますよっていう形ですかね。うん、まあ、ここにドラがこれ行きづらいですもんね。嫌ですね、嫌なの持ってきますね。安村の仕掛けウーマンのポンが入っています。差し6、7がね、ウーマンのポンが入ったんでどっちか、うん、マンズですか。
ワンズの上か下か、はい、安村がどうなんですかね、どういう手配なのかというのもありますけど、マンズを切っていきます。6万安村が馬のポンの発進です。最終手出しはローピンとなっています。ドラです。ここは使えるドラ客の G1 を並べるか、はい、9万も現物です。来ました。これはお見事と言っていいでしょうか。イーマンと急走のシャンポン待ち、ダブトンドラ1、打点もありますね。はい、逆に、はい、まあでもトイトイを読み筋に入れてたら E1 があれですけど、ワクツプロの E1 も着方によって怖いですね。あ、この E1 ですね。あ、これは難しい、U1 がいけるって考えるなら U1 ロワンでもありそうですね。そうですね、スチソー、サブローピン、そんな幽霊つけづらいですね。はい、ウーマンローマンが一番安全度は高そうなんですかね。ウーマンローマン、はい、ウーマンから切っていきます。このウーマンをチーしたのが客の、客のウーマンチーしてイーシャンテン、タンヤをドラ1の仕掛けです。おー、ドラドラ、これはテンパイ、ヤウマただ安村のつま上がりとなりました。ダブトンドラ1テンパネとなります。2600オール、今回もね、いろいろありました。山田もテンパイが入りましたが、安村勘違いを残しての引き出てもらった安村君もう結構入り的な自分の中でこれでいい感触がつかめてるんじゃないですかね。そうですね、なんか思い通りにいっている感じがしました。そうですね、ただ山田プロも、はい、まあ、今のバービン引きテンパイは、まあ、自分のその中でやるべき形でちゃんと入れれてるんで、うん、はい、気も悪くないと思います、ね、はい、あと一歩というところでした。またもやドラがパーピンです。親番レンちゃん、安村、ハクがドイツ、おピンジチャンタがとても見えますね、はい、どうですか、数万とかからいっちゃいます、自敗を一敗か、はい、そうですね、まずは自敗から。ひとついさん、雇用親番どうですか、チャンタがかなり見えますけども、やっぱり自然に自敗から、さっきの上がりと今まで仕掛けてきてるとかもあるんで、うん、あのどの道これちょっと自敗はかなりキー牌にはなるんで、はい、しかもドラ重なった時とかも本当に白が泣けないと辛いんで、そうですね、で僕だと初かトンどっちか先に切っとかないと、後に初トンって切ってくると、まあ、非常に自敗が泣きにくくなるんで、どっちか切っておいて、かつまあ初を切っておいた方が白が盲点になる形になりやすいんで、はい、切っていくみたいな感じになります。白が泣きたいからこその最初の初切り、ね、そうですね、数ワン、ローワン、あ、数ワン、ローソー、初とかあるよりは、はい、怪しいです、もうその手配、はい、うん、自然に顔を作っていって、お客のがすごい手ですね、想像の本一チートですか、そうですね、なんかその比較的馬強に噛み合った形で素直に手を今日進めれてますね、この3曲、うん、そうですね、イーシャンテンとなっている親番安村です。ワクツはリャンシャンテン、安村からどうしますかね、このままはいペンチーピンとか例えば入ったらリーチを打つのか、どうですかね、今日の感じだとウーマンもリーチは打ちそうですね、うん、リャンワンもどうするかですかね、はい、あ、リャンマン引きはイーマン引いた時ってことですか、4班違うんで、はい、確かに難しいですね。でも現状役がないっていうのも嫌ですよね、嫌ですね、万引きの時に、しかも自分の親番で好き勝手やりやがってっていう、はい、俺テンパってるんだと、まあ役ないけどじゃあリーチがいいですかね、何引いても、いやどうなんでしょう、このルールに限って言えばやっぱりその素点のイラさがやっぱ全然違うんで、あ、じゃあひとついさんはリャンマン引いた時どうするんですか、リャンマン引いた時は、はい、ダマ、ダマ闇点なんですね、はい、リャンワン引いて闇点でかつ E1 出た時にこのルール食い替えができるんで、はいはいはい、で食い替えをして E1 チーしたらそれで5800あるんで E1 チーします、おで上がれるし、まあ、ちゃんと3色ドラ1、はい、5800十分、うんうんうん、
そのままリーチ打っても積もってやっと2000オールなんで。そうですね、はい、山田が天杯入れていますが役がない現状、シャンポン待ちの天杯です。そして枠津がイーシャンテン、お、これでドラ引きで手が勝って6キュピオン闇天です。闇天なんですね、はい、チーピンからいきましたね、はい、やっぱり積極的に仕掛けてますね、うん、かつ数ワン、おいいですね。チーピン発進したのは安村です。まあ急所の部分ですからね、はい、イーシャンテンからイーシャンテンの泣きです。すでにテンパイが6キューピン、周りからしてみれば、ね、リーチと同じぐらい嫌ですね、このチーピンチー、はい、数層ポン、枠津も参戦していきました。ポンしてテンパイ、サブローピン、参戦するならここっていう、どうなっていくんでしょうか。山田も引きはあんまりなさそうですもんね。そうですね、はい、何なら引くのかってちょっと、まあ、難しい。ダブトンは、うんうんうん、ダブトンはそうですね、きついですね。これでハクのポンが入ります。3万切ってトンタンキ、おかしいですね、これ数万3万ですよ。どうなんでしょうか。いや、まあ、いろいろ読み筋入るんじゃないですか。あの E1 ドイツで乾杯も、はいはい、ダブトンも切れないですし、うん、恥杯や自敗が怖い捨て牌となっています。数万切ってた3万ですからね、最終手出し。そうですね、E1 ドイツとかケアしちゃいそうですね。これで E1 が通って、通った、なんだろうな。まあでも何にしろトンは現状、はい、多分3社切らないですね、うんうん。じゃあこの枠津さんのチューンって強いですかね。今の1枚切れのチューンスッと切ってったんですけど、積もりました。あ、チューン2枚切れ1つ、あ、キューピンのつま上がりでした。山田の上がり、ピンフツもドラ1です。700-1300の一本場、800-1400のつま上がりです。ちょっとね、キューピンがもう3枚見えで、ちょっと6キューピンやだなっていうところでつま上がりとなりました。でチューンは、はいはい、あのそのじゃあ E1 とかシャンポンだった時に第一打が初なんですよ、はい、初なんです。なので白ポンしてて、でチューンが統一とかであるのであれば、あのまあ通りやすいだろうと、うんうんうん、切り順が違うんじゃないかっていうのは初持ってるはずじゃんっていう。短期だとまあちょっとやっぱりまああるんですけどね、当然。トン3局は阿久津の野番です。ドラガーリアンソー、ワクツの手配移りました。まずまずいいんじゃないですか。最後のちょんちょんがいいペーコも見えるような。あ、客のは何が統一です。メンツはまだありませんが、両系が揃うような形です。山田も両面ターツが何組か、安村がちょっと厳しいでしょうか。ドラドラ、これは、はいはい、ものにしたいですね。そうですね、ワクツさんならば仕掛け出しもあるかもしれないですね、はい。ひとついさんは普段はこの A2 リーグで選手として戦ってるわけですが、ワクツさんのこの軽快な泣き出しとか結構あるじゃないですか。まあ本当にその仕掛けや動きっていうのが、うん、いわゆるもう本当に戦術的心理的な部分とかがあるんで、うん、やっぱりそのペースは取らせたくないですね。ほうほうほう、はい、一緒にやってるとそう感じる。そうですね、うん、今回はドラドラの勝負手ワクツです。もう早くもリャンシャンテンの形、カンパーピンを引き入れたのは山田です。5、6、7、3、4、5、まあ、残していくって形です。はい、この形です。5、6、7、逆のが仕掛けを入れました。直風の難からの発進です。難は2枚目の牌です。そしてペイ茶のペイを安村が重ねます。どうですかね、はい、客のに仕掛けが入って枠津はスピードを合わせる感じで泣きも、いや、どうなんでしょうか、客のフロアも比較的こう軽快にこうスリムに普段から打っていくタイプなんで、はいはい、あんまりいつもそのスピード合わせすぎると客のプロのペースになっちゃうんで。ああ、そうか、逆にそうですね、もう重く構えておいて客のプロがこう、はい、仕掛けをやりづらく怖く感じるぐらいに巻き込まないと今日一日のペース持ってかれる、はい、
じゃあむしろ重たくしてリーチっていうので塞ぎ込んじゃうのも一つの手。そうですね、やっぱそれによって、はい、やっぱり一発決まったりとかやっぱ苦しい思いさせれば、うん、その後じゃあこの同じ局面で、はい、客のプロがこれで同じくこの何2枚目をポンって声が出にくくなればそれだけで有効だと思います。そうですね、現在中盤です。ただまあその客のプロはそれそう怖い思いしてもそのポンって言えちゃうタイプなんですけどね。はい、はい、その後しっかり降りますもんね、はい、難しいですね和屈の手。はい、どうでしょうか。メンツ手か、はい、なんですけど、まあこのメンツ手ですか。いやもう5、6、7の単品3色ドラドライペコまであるんですよ。ああそうかそうかそうか、メンツとしては手としては結構最高級な形なんで、うんうんうん、チート率にするのはもったいないかなっていう思いに出ちゃいますね。はい、山頑固です。もうここを受けてる、はい、安村です。来た。けどまた選択肢。はい。次は。いや、そうですね。ワンズ良さそうなんですよ、スッチワンが。でも客のがいてウソロス払っていけるかどうかっていうのも。あ、マンズ切ってもいいし、まあ、かといってウーワンローワンのローワンの方がローキューワンで流れる可能性とかもあるんで。そうですよね。おー、強くいった。うそ。Gだ。Gしてテンパイ、6球間のテンパイです。ひとついさん何切りました今の。ウーソー切りだったところ。ウーソー切りだったところ。うん、僕は、はい、おそらくローピン。チーピン、ただまあ三色見どのみち三色見切る形にはなるんで、はい、数番引いた時点 で、ね、ローピンチーピン、ね、ローピンチーピン、それはやっぱり客のさんも警戒しながらの選択ってことですかね。ローソー目いっぱいですね。はい、いいシャンテン広がります。あ、スーソー引いてたんですね。あ、僕ウーピンローピンなら正解でしたね。はいで、ひとついさんはリーチが入ってるんですかね。リーチないです、すみません。あ、そうだそうだ、ちっちゃいんで、すみません。スチマの天敗で、はい、詰まりました、ゲーマーのツモです。な、300、500、まあ、結構この展開なってくるんです、はい、逆のプロは、はい、素点少しでもプラス状況いいんで今のちょっと悔しいです。そうですね、まあ、ワクツプロ結構開局からドラ入っているので、はい、そうですね、手は入っていますが上がりまでがあと一歩、早くもトン4局の1回戦です。ドラ勝ち今、お待つ待つでしょうか、はい、山田はドラが1枚、うん、3色が見えますね。安村は良くないですか。一目つあります。そうですね、はい、少し苦しいですかね。うん、まっすぐの9万切りでした。さあ、萌えつりも第8節です。はい、あっという間ですね。もうドラ引き8節でもまだ全然、3節あったらもう何も分かんないですね。分かんないですね。ひとついさんどうですか現状を。今6位のプラス 20.5、 上位2名が昇級というシステムですけど、まだ上は、まあ、昇級はもう全然見えると思ってますし、はい、うん、で皆さんが思ってる以上に高級も全然見えると思ってます。ああ、そうなんですね。はい、昇級もだと、まあその今節、杉浦さんがマイナスをしましたけど、はい、マイナスしてなくてもそれでも全然杉浦さんより上にとか変わる可能性は十分あると思います。おー、まだ残す3、4節、去年最終節だけで、はい、最終節200、はいはい、何本です、240ぐらいだったんですかね、うんうん、山田ひろろがやっぱり変わってしまうっていう、はい、打ってる本人からすればもう怖いですね。セーフティーゾーンなんかないですね。はい、パーソのポン客のがドラドラの仕掛けです。どうですかね、このパーソのポンはどのように見えてるでしょうか。難しいですね、客のプロなんで、はい、ただただ
ドラは行けづらいな。ドラ1の日給の可能性もあるんですけども、はい、ですね。日給ならもう転廃ぐらいなんですかね。転廃、あ、でもいいシャンテもあると思いますよ。ポンから入って、はい、まだ、完全にシャンテの形が入ってる、まあ統一が3つある形でどれかはポンしなきゃいけなかったんだっていう形だと多分客のプロ仕掛け始めるんで、はい、ただ、ま、周りが多分受けざるを得ない形じゃないですかね。あ、確かに山田ヒロプロも多分ドラ絡まないと、うんうんうん、阿久津がどうですか、うん、イーシャンテン。そうですね、ただリーチでぶつける形になるには、はい、山田の対応で、あ、でも3番引きもありますね。ドラもむしろ引きたいですね、はい、逆のイーシャンテンです。ドラは残り、あ、0枚でした。山田、枠2、そして逆の元に2枚、広がる、ローピンぶつけていきます。ウパワン切らないですね。はい、9番2枚、そうか、ウパワンで日球刺さるのも想定してますかね、うんうんうん、はい、パーマで上がったときはドラ絡み。いや、まあ、もうでも打ってるもん、日球かとか思ったりもするんですけど、開かれてみたら、はい、こう G1 あんこの、あ、もう嫌ですね、はい、最悪ですねさあ逆の位テンパイです。ウッパーピン、タイヤをドラドラ。あ、逆にこれ、はい、ピンズが危ないか。あ、すごい、すごい難しいですね。数万切り、いいシャンテンです。逆に安村プロがさっきから自然に受ける手間、はい、手配になってるん で、ね、まあ、点数状況に噛み合ってて、うんうんうん、まあ、やりやすいんじゃないですかね。逆野さん、これやっぱり泣いてから手出しが結構あったじゃないですか、はい、となるとやっぱドラドラが濃厚な感じに見えるんですかね。いや、手出しした牌も全然入れ替え考えられる牌なんで、はい、うん、じゃあまだ日給の可能性も多いに、ウッパーピン、山田の元にアンコ、そしてウピンも1枚あります。テンパイ、スッチソー、ドラ、わ、ちょっときついな。どうですかこれ。ただ9番数番、そっか、シャンポンになってる可能性も薄いって考えたら、あ、勝負する価値ありただリターンがそんなにあるかっていうと難しいところだと思います。あ、そうですね、単用だけちょっときついな。ただやっぱりもう山田プロにとって、はい、もう残りこの1局1局、はい、やっぱりもう勝負どころ、はい、その選択肢の間違いできないってなった時に全然これを押すことがあると思います、はい、いけません。うわ、すごい、いきましたね。すごいですね。やっぱチームは通る保証が結構あるってことなんですかね、山田さんから見て。結構、うん、当たりに残ってる可能性は、うん、低めとはいえ。そうなんですね。いや、でもそうです、考えれば考えるほどトイトイとか、はい、私もドラってだけでもう終わりだ、できないって思っちゃいます、はい、ただね、このチームは結構強烈なので、枠をもう引いちゃいましたか。今切りですよね。真相を持ってきて、あら、続々とスッチーソーが薄れていきます。ウーピンは残り2枚でしょうか。あ、ただウーピンですね。あ、残り2枚のウーピンキャッチ、山田の補充となりました。客の上がりです。タイヤをドラドラ、5800の上がりです。いや、いい押しでしたけどね。そうですね。はい、まあ、ただその G1 がちゃんと考え通り通ったっていうので、まあその今日の自分の感覚とか探ったりもあるでしょうし、まあ、まだ始まってすぐ全然ありますが、はい、って言ったり構えてると、なんか淡々とポイント重ねていくのが客のプロですよね、うん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 、気づいたら。今のゴッパー流れも大きいです。親番連ちゃんです。ドラチーピンでメンツがないのは山田。山田はね、もう今季ずっと厳しい展開が続いてますよね。あ、ドランコ、ドランコ
今日ワックスプロドラすごいですね。ちょっと一度はね実らせたいですよね。一回上がらせてくれたら、はい、なんかモヤモヤしますよね。ドラはいっぱい来るのに上がれないみたいなの。本当嫌です。本当嫌です。いい表情してました、はい、一つ井さんが。そうですよね。ねえ、実らせてあげたいこのドラの手。ドラといつぐらいあった時点で、はい、ああこれミスったらっていうプレッシャーがきますもんね。今回どういう手が理想形ですかね。最終形和靴の手配。いや何でもいいです。タンヤオドラさん仕掛けたらいいです。タンヤオドラさん、うんうんうん。こちらの形です。あとはアターチャの進行具合ですね。逆のは良くはないですね。山田も今両面ターツが2組目、ね、がちょっと整ってる形ですかね。あ、そうですね、整ってるというか点が見える、はい、白も統一で仕掛け出しもできる手配です。お、来ましたよ。2面図完成。ローワンを切るかそれとも、はい、ローピンを切っておいて、はい、ローワにくっついた時にシャアの統一落としてタンヤの移行できる形にする。今シャアシャアもありますか。おあります、ね、これで仕掛け出しもできるし、というかもう仕掛け出させてくれと思ってことです、ね、もうこだわらないからメンゼロン、はい、いいシャンテンを崩す形。バンバンバンコになりました。ニャンコちょっと話変わりましたね。はい、泣きたくなくなりました。泣きたくなくなりましたが、逆にこれスチーピンがはいめちゃめちゃないんで数アンコいっちゃう説もありますね。フーピンローピンの縦重なりで数アンコチュンでもいいですよ。ここにスッチーピンが5枚使い、ここにもスーピン、本当ですね、激薄ですね。激薄なんですよ、はい、実はドラのチーピンが残り1枚あるだけでしょうか。1枚しかないチューンで悔しがっても、はい、ただ3枚駅だったんですねチューン。そうですね。へえ、ただ本命はここですか。ここです、ここです。シャンテンは進まない、うん、上がりたい手配。山田プロもイシャンテンなんですね。リャウソーカンリャンマンのイシャンテン泣きませんでしたよ。何をですか。あ、リャンゾーはやっぱり泣きづらいですか。リャンゾーからの仕掛け、あ、きついですね。きついですね。和靴がイーシャンテン、二差しの三色も見えるイーシャンテンになっています。シャーシャーを落として選択、ここでカンチャン払い、まあ、またスーワンウーワン引いたら三色が残るんで、はい、それだったらまだ戻ります。イーマンからの切り出しです。なんかぶつかりそうになってきましたね。そうですね、はい、お、来ました。天敗だけどここは闇点です。トンだと出上がりができる形。トンとキューピン、キューピンがないんで、あ、本当だ、はい、和靴が切っていました。2枚、これはローピンですかね。素直にわお、うん、バピン切り、こうするとおお。ドラ引いてしまった。はい、山田がドラを引き、あ、違うか、カンパーピンになりました。和靴が仕掛けを入れてリャンウーピンのテンパイです。リャンメンチ、リャンウーピン、タンヤオドラさんです。山田はカンパーピンに待ち替え中、安村はイーシャンテン、え、リャンウーピンありますね。4枚山に残っています。あ、ごめんなさい、3枚です。そのプロは進まない、はい、そろそろ嫌になってくる、はい、和靴の両面地、これ嫌になってもどうするんですかね、これ。どうしましょう、種類が少なすぎますね。これ和靴さんは本手ですよね。シャアの統一落としも入ってて、うん、高く見えますね。はい、すごいから切りいっぱいしてくる。パーピンから切り、スーマンから切り、そういう戦略的なあのから切りって出し、ほうほうほう、いや、まあ、そういった、ね、魔的なものも含めてやっぱりこういろいろ、うんうんうん、あ、聞いた、テンパイです。3アンコあるんですかね、これスッチピン、もうなくなっちゃいましたね。あ、ホクシュル2枚目もです。全然あの、はい、
この試合から見ると全然悪く見えないですもん僕らが悪く見えてる。そうですね、スチーピオンゼロです、はい、と嫌だな。嫌ですね。でも自分はドラ3、はい、切っていきます。ランピマとウーピンが1枚あるだけ、これが配手です。急走切っていって流局となりました。山田安村和屈3人転廃で流局、親番客の1人の点、怖いですね。はい、ドラさんまた実りませんでした。和屈です。1回戦は南入日本馬山田の親番。ドラさん開けれただけでも、まあはい、だいぶプレッシャーには、うん、トラガトンです。山田は現在13位、マイナス 130.4。 その1個に上に大谷がマイナス 87.1 です。バクツは一目つかんせマンズが多めで、マンズのホイツでしょうか。逆のは、うん、よくないです。よくないんですけど、まあ、やりやすいですね。やりやすい、お折りもしやすいってことですか。そうですね、折りもしやすいし、まあ、残す範囲も、はい、今回ドラが飛んで、トンは残り山に3枚、この形です。ウーピン3ピンと切り出していきます。お、山田はこれで2面つ完成ですが、テーマ、はい、テーマがまだ決めきれないですね。どういう手役に進んでいくか、はい、まずのホイツですですね、はい、和屈は勝者ですね。まだ客のプロはちゃんたに舵を切る、ちゃんた、うーん、山田ちょっと難しい手配。安村単野系で、ここはスーピン入り3ピンが2枚見えたところでした。問い付けも残す感じですね、はい、どうですかこれは、うん、ペンちゃん、トンがどこに行くでしょうか。客の元に1枚あるだけとなっています。ピンズが両面ターツに変わっていきます。安村も嬉しいですね。カンチースを引いてのイーシャンテン、9ピンだけは引きたくない、はい。また泣いてね、かわしていくってこともあるんでしょうかね。いや、この点数状況あります、はい、はい、例えばまあこれでこの山田プロの親を流して、はい、でこの半チャン終わったらひとまず順位上がりますからね、現状だと。そうですね、そっかそっか。2人の差はスタートは 13.0 ポイントのスタートです。ベンチ1ピン引き入れました。一歩前進。結局あと1人まくらなきゃいけないんですが、それでもやっぱり違いますね。はい、1人かわすだけでも、はい、和屈が白の仕掛け出しです。山田の白を泣いていきました。おっと、これいいシャンテンになりました。うんうんうん、ツムが伸びてますね。で、ドラまだ全然いるんですよね。はい、トンがまだ山に3枚です。上がりまで見えますよ。和屈も形は整ってきています。 あ、ここでドラを切る。みんなあれってなりますけど君いたの。ペン3枚のテンパイです。和屈の仕掛けに対してドラを切っている客の、今回に限ってドラないですからね。はい、さて、これはペン3万のテンパイですか。3万が、はい、あ、3万対決が、本当だ、2人とも3万対決。ダブロンはありません。頭跳ねとなります。安村も追いつくでしょうか。いけない、ちょっと嫌ですね。うーわ、行くのか。パワーワンを一応染めてとはいえ、はい、パワーワンが余っている形です。あ、まあ三眼光とかの形になったら勝負しようか。ははは、詰まりました。
3万の引き合い競り勝ったのは枠となります。白本一電波値はせず1200、1200、2200の積も上がりです。ドラがないと上がれましたね。はい、今日はドラが良くないのかもしれない上がりになりました。枠田明何2曲安村の親番です。35,500点の安村。これまたもう一回行きたいですから、ね、はい。現状は2人行きの状況。トップに安村です。特に安村さんは親番で本当素点稼いでくタイプなんで、はい。この親どうでしょうか。白が統一、シャーが統一、こいつは3組。3組ですか。1つがドラ表示牌なのが悲しいんですね。ドラがチーマンです。山田がいいですか。いいですね。はい、単品両平行とかまであるかもしれません。うん、阿久津も縦に行きました。3統一、逆のワチューンが統一。これトーンが2枚見えました。チートイツイーシャンテンですね。山田がチートイツのイーシャンテン、ウーマンシャーパーソのイーシャンテンです。ワンズに行くか。チートイツのスーソースーピン、はい。トーンがもうありません。目に見えて2枚切られています。うん、両天秤です。ちょっと安村さん親厳しそうですね、現状は。まだ、いやでもこの形ならまだ戦えそう。そうですね。どうだ、逆にこう山田プロの方からドラが見えないんで、はいはい、うんうん、白ポンとされた時も舐めれないですよね。あ、ちょっと戦いに行きづらい。枠図の元に白が1枚あります。どうでしょうか。まだメンツもありません。材料は揃えましたね。はい、お？チートイツイーシャンテン、ドラはチーマンなのでここはウーマン1枚切れです。これだけ素直に手が進めれてます。はい、チューンは1枚目は泣いていません。何がいいかな。良さそうですね。9番、はい、両門がすでに4枚見え。白泣きましたね。1枚目の白から発信したのは安村、親番です。あ、こっちが両平行みたいになってきました。本当だイーシャンテンの枠つ、チートイツ先輩、お、ウーマン重ねてのパーソー短距離リーチ。このパーソー自信あるでしょうね。おお、え、安村さんが持ってないかなぐらいなんですけど、もっとかなり自信がありますか。天敗ですが、これは無理。これは無理ですね。ゲームズのトーンを切っていきます。トーンは2枚切れ。あ、E1 が食い逃されたとか。痛い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 。E1 とスーマンでえらい違いですね。はい。そんなプロ。行きますね。ここは。安村勝負。トーンの統一落とし枠数、粘れるか。天敗取らずでした。今すごい流れてく。山田のパーソーはどうなの。山に残り2枚のパーソーです。天敗、シャーとローマのシャンポンを選択です。カンチーマにはせず。3層は現物ですが、親の手出しがありました。うん、単葉、リーチ単葉、チートイです。あ、そうは山に。山に2枚。シャートローワン。1枚。あ、キャッチしました。切ってもおかしくないですか。
親を意識すると、そうですね、シャアの宝珠になってしまいます。安村の上がり白1500の上がりです。よく押し切りましたね、安村。そうですね、うん、やっぱり一つ井さんが言っていたように親は結構大事に、そうですね、親は本当に乗せると、うん、はい、もうなんか一日、昔よく当たってたところ、もう一日のうち1回の親番で、はい、もう全部ゲームひっくり返しちゃうような厄介ですね乗せると嫌な相手ですね稼ぐときにガッツンと稼いでくる、ね、爆発力があるタイプです、うん、お手配ですよ。ドラは1枚ではありますが、一品がドラ、枠つも悪くない。ソーズで一メンツ、逆のは二メンツすでに完成しています。ちゃんと見ないですね。はい、9万から切り出していきました。山田がいいですね。みんな形綺麗ですね。はい、山田はドラで一メンツもありました。ドラは残り山に2枚ぶつかりそうです。何2局1本場。うわ、嬉しい嬉しい、いいシャンテン。頭が先にできます。はい、サブローピン、サブローマンのいいシャンテンです。またリーチになりそうですかね、山田さんは。2万1400点ですね。はい、ん、現状山田の切り番です。ウーソー持ってきてチーソー切りとしています。これは差し子、スーソー引いてドラ頭の差し子の、あー確かにありますね、はい、まだ順目も早いですし、なのでまあチーソーとウーソーの切り順が変わります、はい、大事ですね。ウーソー残しておいて3色を見る構え。一メンツ、ここでペンちゃん払いはソーズの方、シャアを重ねたのはシャーチャの客のです。あ、これダブルバック仕掛けもあるんですかね。いいシャンテンの形です。トータルポイントはあるんで、この点数状況でもゼロではないですね、うん、親番もまだ残っています。一上がりすれば浮きにはなります。親がもうドラを切り出してきました。時間はないでしょうか。まあ、そのみんなに多少足を緩めてほしいっていうのもありますね、はい、タイミング的には。まだいいシャンテンです。ジャントがなくなった形です。ウソを切った直後にスーソー引きましたね、はい、ただジャントなくなったとはいえ、この形あのイスビのノブタンでドラ積もるのそれで嬉しいんで、はい、1枚は切られていますがどうでしょう。うん、いいシャンテン、スーピンを切ってまっすぐです。一応ローワンチーでタイヤをいきますね。そうですね、サブローワンが薄いんですよね。うん、3枚入れのサブローマン、ウーパーピンではなくリャングピンの方、泣きを入れましたね。逆のがポンしてテンパイです。9ピンを切ってのリャングピン待ちです。リャングピンはでもドラを切れたんで、はい、当たり前のリャンピンを持ってきてジャントにしてのサブローマンテンパイは山田です。嘘を引き直せない、いや1枚いる、うん、リーチ行くか、はい、リーチも考えてんじゃないですかね。ウーマン切っての闇点、これは、はいはい、あの例えば9番とか引いた時にピンフィッツーに変われる。ああ確かに。ひとついさんどうですか、この仕掛けも入ってて山田もドラ切って、おそらくでもリーチでも逆に、うん、自分の捨て牌止まる、はい、そうですね、ドラも切ってるんであんまり止まらない、止まってもらえないって考えるとリーチは打てないですね。で安村の選択はテンパイ取っての闇点です。かつまあ点数状況的に自分がそこまで悪くない、はい、3万8000点あるんで、はい、焦ることもないと。サブローマンテンパイ、リャンウピンテンパイ、
カンローマの役なし天敗が安村です。曲のこれいきますね。はい、結構切りづらいですからね今のチーソー、うん、逆のも完全に来ています。決着つくでしょうか。終盤イーソーも切、イーソーは安村が切り出しています。シャア、シャアがションバイ、そうです、イーソーされて、うん、シャア確かに客のによったら役結構打点が見えるような。ここでサブローマのつま上がりとなったのは山田です。ピンフツも400、700、500、800のつま上がり。この一半チャン目がプラスかどうかで休むと全然違うんだよ、はい、気分が、ね、まだプラス圏内にはいます。37,200点の安村、親番変わっては靴は難3曲、ボラが数万です。そういった状況とかでも大体この4000オールとかでも一瞬でもう変わっちゃうんで、はいはい、怖いです。最後まで安心できない。そうですね。おっと、おお、何頑固、しかも結構接戦なのでみんな前に出てきそうでもありますもんね。そうですね、うん、1メンツできています。和靴です。客のは2メンツ完成。山田は南岸、この1メンツとらわりません。想像まで行くんでしょうか。安村ピンズで1メンツ、今回は誰が一番乗りするでしょうか。ドラ受けができる山田、これで想像を払っていきます。ドラはまだ山に3枚、阿久津ここは考えます。バーソーとかバービーとか浮き牌であっても重なった時に、はい、単位を発信もできるんで、ああいいペインペインと切って、はい、まだそんな逆に安全牌残してっていう順目でもなくて、こういう時にこの振り替わりで有効になる牌っていうのを残しとくっていうのも大事なんですけど、はい、でも実際座ってると本当に早く切りたくなるんですよね。切りたいです早く安心したいと思っちゃいます。今この次の今を残していきます。白を重ねたのは客の、客のはいいシャンテン、またポンしそうですね。白を、客のプロですからね、はい白は山田が1枚、天敗です。あ、なるほど、血の玉ですね。はい、白切りとかもありましたけどね。あー、天敗取らずが、あー、ここでうまくいきました。白を残しての上がりとなります。逆の1300、山田からの出上がりとなりました。こういうの客のさんのいいところですよね。射程を見ないとこはまっすぐ組んで一番スピードを、本当にぶれないし、はい、さあオーラスの1回戦、客野の矢場、今の上がりで浮きに回っています。ドラが流派、あら、あらあら、ポイント稼い、とりあえず続けれそうな、はい、おっと、ここおお、ドラドラです。山田あれ、ドラドラリャンシャンテン、リャンシャンテン、安村ちょっとドラが浮いてるだけに厳しいか、か和靴も、まあ、悪くないですね。純ちゃんとかって逆の飽きますよね。いいシャンテンですね。36,000点、下手にリーチとか言ったらなんか怖い目見れる、怖いですね、可能性。ちょっと山田プロはこの手かなり決めたいな。あとは残り山に1枚、武蔵も見える、焦点になっちゃいましたね。はい、寝差しの3色いいシャンテンになっています。
でもこれで客のプロがこれで 4,000 円ぐらいとか言ったらなんかもありますね。途端にみんなガクってなりますね。あすごい闇店。まずは闇店。なんで闇店なんでしょう。いやまあもうこれ、まあ、ドラ初だし3900でとりあえず浮きを安定してからの続けるほうほうほう、親を、はい、この闇店がうまく決まりました。ローピンもう当たるのという気持ちですね。阿久津の宝珠、客の流れ3色3900です。これリーチ言ってたらまたねガラッと変わりましたよね。で2人が降りて初持ってる人だけ来る展開とか嫌ですね。でも他の2人にしろその今の仮点に見えるんでその段階で、はい、他の人が打ってくれたら、うんうんうん、あよかったとか思ったりします、うん、冷静な打ち回しです。で一瞬良かったと思った上にさらにあこの3万4000点の親が連チャン続けるのかと思ったまた嫌だなと、はい、嫌ですね逆の親番連チャン順がといつで見えます。ドラが両ピンで悪くありません。続けるそうな感じですね。またはい山田一メンツ。さっきのハイパイの後だとなんか泣いました。そうですねあれ戦える人が厳しいかもしれません。となると逆のチャンスっていうのはこうでもここでポイント叩かせて、はい、トップ取ってさらに浮いたりするともう客のプラは完全に集計争いポイントを絞ってくるんで、はい、逆のにとってかなり大事な親番になってきますね。これでどんどん稼いで状況争いに食い込みたい第8節です。シャオカセンターは阿久津ですがペーチャ統一は4組となったところです。今が2枚切れ、ここは今切り、ドラのリアンピンを持ってきます。おお、ここはペンちゃん固定、ドラはまあ切らないってことですね。はい、具形の部分を払っていっていい形に持っていきます。ドラドラまあ多少なければ引けばいいんですもんね。ドラ2枚、はい、そうですねまた浮きまで見えてくるような手に山田がなってきました。一本場なんでさっきは8000で浮かなかったんですけど、はい、あれ一本場です。本場ですよね、はい、一本場なんで、あすいません表示が間違っています。そうですね浮きまでね、はい、どうかなどうかな、ローワンを切るかどうか、うん、難しい。想図、はい、受けは美味しくないと、はい、じゃあワンコになる枠図です。さあ来るか、来た、どうします。続けて想図かもしかもローワンでと続けて その辺が徹底してますね。はい、ワンズよしと見てのさっきローソー切ったんだから、はい、山田はこういった手順がねよくありますよね。でもねなかなかできないですよこの状況。ドラドラのイーシャンテンを崩す、はい、怖くてもうまっすぐ組んじゃいます、はい、初を重ねた枠図です。いや山田もこのワンズ引いて決めてほしいところですが、おほイーシャンテンになりました。はい、ペンサンピンがネックです。サンピンは残り1枚来ました。リャンピンも引けるんじゃないですか。リャンピンは残り1枚あります、はい、ワンズ引いてきました。素晴らしい。サンピンか、そうですね、ドラ固定で先にサンピン、このサンピンをポンしていくのは客の一寸損天敗です。俺に上がらせてくれとか、うわ、はあ、うつ1枚、はい、一寸損はですね、イーソーがなんと山に4枚です。いい町ですねいい町ですね。数損が残り2枚、阿久津が密かにすごくリアンシャンテン、ね、あららららら、らもうちょっと見ていたい局面です。引いた、来ました。でもダマもあるなこれ。そうなんですか、タイヤオピーフドラドラ闇天だ、親の現物
なんか MT してたら出そうな感じですね。そうなんですよ、上がりが素直にありそうなんで、うんうん、あ出ちゃいますよ。安村のパーマーが今触れています。安村から出たら値千金です。危ない。楽しませてくれますが、手の位置だけ。あ、靴のキャッチが山田のウーワンなら浮くですね。山田見事でしたね。このマンズの決め手の上がりです。単葉ピンフ、イーペーコードラドラ、8000は8300、気にとなりました。1回戦、トップからいきましょう。安村、2着に客の3着山田、ということは和屈1人沈みの4着で終了となります。続きましては2回戦です。